新板橋駅特定竹林本田園庭の旧古小区板橋区は台湾に北市中西部に位置する四角区。台北市の衛星都市として発展している。板橋は古くは排泄と称した。これはこの地区に居住していた桁が乱族が建てた部湾車に隣接する排泄車に由来する。後にビンラン語で近い発音の包境に置き換えられた。 現在でも台湾語では板橋のことを包教と称している。さらに日本統治時代の1920年の地方制度改革とともに法を板に変え、発音も日本風の板橋と変更されたが、第二次世界大戦後は漢音による発音も使用されている。また目標にちなむとする別の地名由来の説もある。その説によれば、昔この地に川があり、 住民の交通に不便をきたしていたが、そこに、持続林本源鍵が資材を投じ目標を建設したため、その目標にちなんでこの地を板橋と呼ぶとされる。この目標は、現在の留め交差と流放里付近に位置していたが、現在は、その位置に橋は伝わっていない。幼生年間より肝心が植民し始め、建隆年間には、両家林清空による開拓が進み、 排泄保が設けられた。管轄は、現在の板橋区のほか、中枠、土壌区及び、新城区西部一帯であった。日本統治時代になると鉄道が板橋に付設され、板橋の都市としての発展の基礎が築かれた。1945年に中華民国に領有されると、外省人が多く流入し、1960年代の経済発展を経て、現在に至っている。 板橋区は、新北市の市長所在地であり、板橋は、新北市西部において最も、台北市に近い。この地理的特徴は政治においても反映しており、板橋では、広しあい、広市緑のそれぞれに、偏りのない中間層が多い。歴代市長新北市議会、立法院国外国内台湾鉄路管理局台湾、高速鉄道台北都市運。 板橋駅駅舎高速道路一般衝道指導駆動、節雲寺 AB、フレー、台湾総ただしフレー第47校、州、町の位置、管轄区域及び軍史の名称、管轄区域、官報、P167、2019年6月29日、閲覧、水越孝一、市軍の区域証拠その所在地並外省の証拠、等について、台湾地報第16校、 大正9年141ページありがとうございます。